カール・ヨーゼフ・ジムロック・ボン・墓地に建てられた、ジムロック・墓碑。ジムロック宮廷、ハウス・パルツィファル・カール・ヨーゼフ・ジムロックは、ドイツの詩人、言語学者、古代ドイツ文学研究家。主に、ニーベルンゲンの歌の現代ドイツ語への翻訳で知られる。ボンにて、音楽家で、音楽出版業者、ニコラウス・ジムロックの罰詞として生まれる。 1812から1818 18年の間、普通のギムナジウムではなく、フランス語で教科を行う学校に通学。1818 18年、当時設立されたばかりのボン大学の法学科に入学、エルンスト・アルントから歴史、シュレーゲルから文学を聴講。1822年、ベルリンの大学で法学を治め、フリードリ・ヒホンデル・ハーゲンやカール・ランハマンより、 古紀ドイツ言語学を調考しながら、1826年に終了して放送家の道を選び、王政高等裁判所、カマーゲリヒトに赴任した。1824年よりすでにベルリン水曜会の一員であった。彼は、シャミスソウやビルヘルムバッカーナーゲルの地域を得ている。1827年に、後年著名となる、ニーベルンゲンの歌の現代ドイツ語訳を発表し、 これを契機に、施策やバラットが出版されるようになる。しかし1830年、同年に起きたフランス7月革命に同調した、三日と三食という詩を発表して、公職追放となった。1832年、父の詩を受けて、盆ンに帰郷し、弊社、出版社を制御落とし、ドイツ紙の現代訳を発表し続けた。早期の役室に、 ハルトマン・フォン・アウエ作の物語、哀れなハイン・リヒや、バルター・フォン・デア・フォーゲル・バイでの序上詞がある。1834年6月には、チュービンゲン大学より博士号を終え、同7月に、ゲルトルト・オスラーを妻とした。ジムロックが手掛けた、一大祭話としては、ディートリ・ヒ・フォン・ベルンの一族についての単独の英雄歌をつなげて語り紡いだ、アメルンゲンの歌がある。全8部からなり、 第一部は、タンヤ氏、ビーラントの物語である。第三部、エッケの出立は、中高ドイツ史エッケの歌の、第七部、ラベンナの戦いは、中世の英雄史の訳室であるが、他の部分は、あらゆる伝承をもとに、ニーベルンゲンの歌と同じ陰律の現代ドイツ語で、ジムロックがまとめ上げた創作である。当時は、かなりの好評を得た作品だが、現在ではほぼ忘れ去られている。 また、編者としても活躍しており、民衆本の修正である、ドイツ民衆本、d イチェン・ウォックス・ボーチャー1839年。最初の全集版は1845から67年、全13巻。58作品を、収録を発表した。翻訳されているものでは、ファウスト博士がその一つであり、ジムロックはこの題材で、人形劇ファウストを執筆している。 この前週の中には、ドイツ、ことわざ州も含まれる、ジムロックは、1850年に、ボン大学の院外教授となり、1852年か1853年に、聖教授、ドイツ言語学、文学科、に昇進した。ちなみに1852年に、ミュンヘンから、同等の教授待遇、あるいは年金支給の自由詩人の二通りの誘いを、受けたがこれ分けている。 学術書としては、ドイツ神話学手引書がある。また、シェイクスピアの戯曲の転居となった、小説、昔話、伝説を交渉するクベランで、シェイクスピアインノーベラン、メルヘン・ウント左源によって、シェイクスピア研究の権威の地位を確立。また、シェイクスピアの詩及び芝居のドイツ分けも手がけている。1876年、ボン氏で、その生涯を終えた。 ドイチェンをオックスボーチャー以下、砲約代名はほぼ火薬。バート・ホンネフ氏、ゼルホーフ地区の南西部にあるボンの王宮庭園に、かつて建てられていた、ジムロック記念像。ジムロックの死後20年経って、ボン氏の勇士が記念碑の混流を呼びかけ、同志の彫像家、アルベルト・キュッペルスが、銅像のデッサンを手掛け、これらが出版されて2万3000マルクの寄付金が集まった。 ジムロックの生誕100周年に合わせるはずだったが、実際の上幕式は1903年7月15日に行われた。1940年、凡氏によって撤去されている。ありがとうございます。